どうも、MAです。皆さん今日も動画を見てくれてありがとうございます。まあ、今日私はさ、まああれなんていうね、まあお仕事関係で外に出ることがあったから外に出たんだよね。まあ引きこもりとしては大事なんだよね、外に出ることは。お散歩がてら、お散歩がてらまあ打ち合わせなんですけど。いやでもそういう時に限って雪降るの結構きつい。まあ雪は好きやけどさ、雪になりきってほしい、ちゃんと。まあどうでもいい話なんだけれども、でね、今日はね、私ね、造形をしていきたいと思います。造形ね、だいぶ久しぶりなんじゃないの。めちゃくちゃ久しぶりだって。なんか、ね、あ、でもさ、そういえばさ、私さ、ワンフェス一回なんかその造形フィギュア作って、その申請をしてやろうかなと思ってって動いてた時あったんだけど、いろいろあってなしになったのよ。で、私もなんか途中で終わっちゃったんだよね。ああ、バンね。バン。夏の大会のバンね。なんか男性キャラ作りたくて、筋肉のラインが見えるキャラクター作りたくて、でその時は私、なんかね、私もまだまだ造形はね、なかなかまだ慣れてない、数がこなせてないから、まだちょっと上達したいなっていう段階ではあるんだよ。まあ、そこで止まってはいるんだよね、正直ぶっちゃけたところ、で今回なんとね、提供をいただいたんですよ。何をいただいたかっていうと、造形で使ういわゆるスパチュラとかヤスリとか、まあエアブラシをいただいたんですよね。そもそも何を作っていくの、造形をしていくっていう話だけど。あのね、今回私はね、ベルセルクのガッツを造形していきたいと思います。おお、いいね。なんでなんでって思った。あそこのあなた好きだからです。なるほど、オタカツの一環ね。完全にオタカツっすねまあ私はだからさ、フィギュア塗る時もさ、 YouTube で取り扱ってるものとかはさ、もう何塗ってもいいって感じだから、言ってしまったらね、極端な話、だから私が塗りたいものをよく塗るんだけれどもね、今回は造形っていうところで、もう造形だから塗りから入ってない建前だけれども、私がよくやってるのはリペイントですよね。もともと造形されたキャラクターの形がありまして、絵で言ったら天画がまるで描いているかのような、まあ無理くり例えるとそういう感じじゃない、そこに色を塗ってきますと、だけど今回は形ないものを形にして、塗りの表現の方法は実はまだ決まってないんだけれども、まあ、塗りまでやっていきたいと思いますので、まあじゃあそれをこう作るにあたって、今回会社さんからご提供いただいた道具が、まあ、ちらほらとありますよと。ありがたい、 YouTuber やっといてよかった。そのオーロックスさんっていう会社なんだけどさ、これでこのロゴ、そう特徴的な会社さんなんだけれども、みたいな感じのね。それもう言っちゃえもう言っちゃえよ、言っちゃえもう。充電式エアブラシっていうのが、そう、こうすごく特徴的なね、商品だなと俺は思ったのよ。だって私びっくりしちゃったんだけどさ、いっぱいあるくない。そうだね、今メインとなってるのは、多分この3つ、あ、そういうことか、映ってると思うんだけど、これね、その 2.5 と 2.5SP と 3.0、これねってやつだよね。いわゆるこれタイプが多分違っててるんだよね、こっちがダブルアクションって言って私がよく使ってるタイプなんだよね。エアブラシって結構めんどくさいじゃん、なんかさ、いろいろこうコンプレッサー買ったりとか、なんか繋いだりとかさ、確かにいろいろしなきゃいけないんだけど、そうだね。そう、でもこれめっちゃ安いし簡単に使えるから、あ、いいじゃんと思って。あのね、本当にそれは思う。なんかエアブラシって実際製作するとか塗るっていう感じだとあると結構便利なんですよ。私って結構筆塗りがメインじゃないですか。だけど最初の1色目をエアブラシで塗ったりとか、あと最近だったら私はね、筆塗りとエアブラシをこう融合して塗ったりする表現もよくやりますので、なんだかんだやっぱりあると便利だなって正直私は思っている中で、やっぱりね、機材を揃えるってなるとね、結構ね、大変だっていう声はでもたくさん今までいただいてたのよ、私の中では。そうだね、いや本当にエアブラシってさ、特にさ、導入もちょっとさ、なんか抵抗感あるじゃん。ハードルは筆塗りと比べちゃうと高めだと思う、道具で言うとね。揃えるっていうところで言うと、また環境もあるからね。環境もあるね、確かに。中身見せてよ。そうだね、はい、中身がこんな感じになります。で、こちらからトリガータイプですね。で、これがダブルアクション。めっちゃかっこいいよね。俺これ好き。あ、これ好き。え、何が使ってないじゃん、ほら。何が好きなの。好きなの。美女か。美女。なんか最近っぽく言ってんじゃない。美女が好きって。美女が好き。すごいね。結構ちゃんと入ってる。ニードルのセットも入ってんだ。え、ほんと、これね、丁寧に入ってるね。え、なんかさ、エアブラシってさ、ポンポン買うものじゃないからさ、今、結構なんか、あ、こんな感じなんだとかなってる。新鮮な気持ちで。そう、私はもう、ほぼ使ってんだけど、これが充電部分。そうだね。これが持ち手になるんじゃない？多分、これつける感じでしょ。こんな感じで。あ、そういうことだ、ほら。なるほどね。おー。バキュン。おお、あれもうなるの？もう出るんだ。あ、もう入ってんだ。
え、すげえ。え、ちょっと感動してる。めっちゃ手軽だね。これでなんかマスカラ乾かしたりとかできるかな。それは違う。とてもなんか筆塗りの方も出してる人の行動とは思えん。すごいちゃんと風出てる、うん、すごいすごいすごい。私このタイプで塗装したことないんだよね。手軽さがすごいよね。本当にこの動作だっけ、ピストルの動作だけでもうバーンって出てきますので、うん、いわゆるその調整とかがこれはできないタイプなの。トリガータイプだからね。トリガータイプだもんね、うん、こっちのダブルアクションに関しては調整ができる感じだと思うから、うん、ダブルアクションはそうなの、調整ができるんですよ。コントロールができるんですよね、絶妙なね。そうだね、だから空気の出す量と塗料の出す量っていうのを調整できるから、うん、ダブルってことよね。そのダブルね。でこれも同じ感じか。色はさ結構いろいろ何色か展開してるっぽいんだけど、あこのなんかそうシルバーいいね。え、なんかかっこいいよ、うん、ってことはこっちもニードルが別のさ、ニードルが入ってんのかな。ニードルは下とか、あ、ニードル入ってないね。あ、これは入ってんの、こっち。これは入ってる。もしかしたらね、入ってるかもしれないから後で確認してみよう。そうだね。そうね、このね、オロクさんのね、うん、担当者さんはね、うん、連絡取らせてもらったんだけどね、すごくいい人でね、いろいろ教えてくれるんですよ。私どっかでお会いする機会ないの。ワンフェスとかにいらっしゃらないですか。じゃあ呼び寄せましょうか。呼び寄せるの。呼び寄せられるんだったらここに今さ、召喚してさ、召喚召喚する。ドロー MMA を生贄に。オロクスの担当者召喚。生贄にすんなよ。作れなくなるじゃねえかよ。 MMA 生贄だね。え、今召喚してさ、説明してほしいんだけど。でもあれだね、ここにちゃんと説明書が入ってるから内容はちゃんと書いてるね、ここにね。うんうん、エアブラシはさ、こんな感じでさ、なんとなく分かったと思うからさ、また多分制作のシーンで使っていくじゃん、今回。そうですな。その時に改めてね、紹介してもいいかもね。ブルーブルー、かっこいいかっこいい、うん、って感じがエアブラシになってまして、これを使っていきますよと、造形が終わったらね。で、これがね、じゃじゃじゃーん。これさ、俺何か分かるよ。あ、分かる。うん、何あれだようか。うん、絶対当たんないよ。お弁当についてる箸入れ。あー、正解。こちらはね、ピンセットになります。ちょっとふざけたけど、かなり使いやすいんですよ。先端が非常に尖ってるんです、こういうね。あー、はいはい。あ、で、あ、いや、私さ、先端が尖ってるピンセット実は大好きで、うん、なぜなら、塗装してる時に結構ホコリとかがね、あー、なるほど。ファーってなんか入ってきたりとかする時があったりとかして、そういう時にね、なかなかね、塗料をこう犯さないようにこう取ったりするの大変なんですよ、うん、だけどこんだけ細かったらね、そういうのも取れたりするんですよ。で、よく使うから。そもそもなんかグリップついてないですか。そうなのよ、今思った。これどんなグリップって、これね、これ邪魔じゃない。あのね、今ね、持った瞬間に、うん、マジで持ちやすかった。滑らないんだね。そうなんだ、意外と邪魔かなと思ったんだけど。いやいや、私さ、ついてないのも持ってんだけど。なんかついてないのが普通じゃない。うん、普通だけど、うん、やっぱ持ちやすさ全然違うね。あ、本当。決してね、そのついてないのが別にできないわけじゃない、うん、私は普通になんか今まで何のこう不便もなくっていうの、うん、使ってたから。でも今初めてこのグリップついてますタイプ握ってみて、非常にこうなんか安心感がある。なんかちょうどピンセットなくしてさ、はぁーって言ってたからさ、やちょうどいいじゃん。あ、先っちょ、だから折れたタイプ使ってたよ。マジで勘弁してたと思ってたよ、先に。あ、そうだった、そういえばオーロックスだから伝えしたやと思ってさ。まさによ。あとね、もう一個入ってて、こちらですね。あ、曲がっているタイプです。はい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 。こちらもね、私で使ったことあるんだけど、ただこのグリップ式やで使ったことがなかったのでね、まあ、非常にいいなっていう感じですね。やっぱりこう手汗がかきやすい方とかもいるからさ、そういう人とかよりこう安定性が増していいんじゃないですかね。あと収納できるのがいいよね、かっこいい、高級感あるよね、うん、あとはスパチュラでしょ。スパチュラ、スパチュラなんかちょっと汚れてない、もしかして使っちゃったんじゃないの、もうすでに。フライング内緒で内緒でフライング。なんかなんだろう、私ね、実はね、この動画を回す前にさ、何かを作りたいと思ってたんだよ。で、何作ろうかなとか考えてる時にさ、うん、なんかそういえば私さ、スカルピずっと使ってねえなとか思って、うん、引っ張り出してから、なんか筆鳴らし的な感じでちょっとやっちゃったんだよ。あ、やっちゃった、ついてが顔面だけさ作って、しかも何のキャラなのかも決まってなく、顔面だけ使って、全部開けた痕跡がしまわない性格がここでバレちゃった。まあこれに関してはこの後やってきますので。そうだね、使いやすかったですけどね、まあ、そうだね、どこだったらもうすでに使い終わってるっていう。そうなんだよね。まあでもまた制作シーンでね、見えると思うから。まあそうだね、そうだね、うん、で、はい、これもあるんです。ニッパー、ニッパーは普通にこういうタイプで、あんまり使う機会はなそうだね。まあ私でも最近ほら、アーマーモデリングさんの中で塗らせてもらってるガレージキットとか組み立ててる時とかにニッパー使ってる時もある。ちょうどいいかも。ちょうどいいかもね。ヤスリはどうなの、使うの。このタイプはね、私これあれでしょ、プラスチックとかもできる系の、なんか硬い系のやつを。そうよね、ヤスリの時に使うやつでしょ、それ。6本もあるけど、多分これバテで
色変えてんだろうね。こういう感じですね。だいぶ分厚く、あ、今回もだからこれはあんまり使わない感じか。これは使わないと思う、うん、使わないですけれども、ありがたく。最後ね、こちらですね。素晴らしい、どれもかっこいいお世辞抜きで。ぜひ皆さん、だからあのね、あると使うものってあるじゃない、持っておくと、うん、だから安心ですよね。今回さ、うん、ガッツはさ、どんな風に作っていくとかっていう構想はあるの、うん、ざっくりとはあるんですよ。だけど今この撮ってる段階では細かいところまではまだ決まってはなくって、ただ大テーマとしてはデザイン的に作りたいなと思ってるんだよね。なるほど。いわゆるそのガッツがこう立って何かをしてますか、ポージングしてますっていうものではなくって、イメージとしては私が昔塗らせてもらったあの北斗の拳のラオウとケンシロウの胸像があったじゃないですか。なるほどね。わかる、うん、わかるわかる。とかまあ本の中で塗らせてもらった時の胸像っていうか、ここら辺までのやつとかあるじゃないですか、うん、まあでも胸像でいいんじゃないかな。いいかな、うん、ああいう感じ、ざっくりとだよ、をイメージしてますね、うん、おしゃれな感じするね。そういうこと。私ガッツのフィギュアはねありますのでね、自分で作るとなってくるとこうデザイン性を入れてこう何にもとらわれない感じで今回作ってみようかなと思ってて。なるほど、ね、主にフェイス、ご尊顔ですかね。ご尊顔を一番力を入れたいなと思っておりますね。言い方な、なんで、なんか間違ってた。ご尊顔な、ご尊顔でしょ、ご尊顔ね、はいはい、うん、ですかね、はい、いいからね。じゃあ今ちょっとさ、悩んでるところがあってさ、ガッツってどんなイメージがある？ガッツ、うん、あ、やっぱ憎しみとか復讐のイメージだよね。あー、まあちょっと内面きたね。まあ、内面きたね。まあ確かに内面は顔に にじみ出るというところだから、うん、まあそれも確かに置いてはいけないところだけれど、大事な要素だよ確かに、うん、だけど大きく言うとね、ちょっとこう男臭い表情にするか、ちょっと美形、美形よりにするかのこの割合に非常に悩んでおります。なるほどね。いやー本当に悩んでる今。いやー私な、ガッツって私からしてみれば結構美しい顔にも見えるんだけれども、なんかだからといって美しくしすぎてもガッツって男らしさもあるやん。そうだね、そこ外せんやん、ね、あるでしょ、やっぱり。あるあるある。だそこは外せないから、いいとこ取りでいきたいかなとも思ってますね、っていうことなのでやっていきたいと思いますね。はい、楽しんで作ることが大事だからね。そういうことですよ、はい、で今回すごいね、このオーロックスさんにいただいたね、この武器もあります。武器っていうか精鋭たちを使ってねやっていきたいと思います。じゃあやっていこうか早速ね、うんうん、ということでやっていくよ。優しいな、やっていくよって。やべ、惜しくした方がいいんじゃないのか。やっていくとんとことんだブーになっちゃうよ。とんとことんだブーじゃあ頑張っててください。はい、やっていきます。久しぶりの造形ということで楽しくやっていきたいと思います。はい、顔を作っていきたいと思います。まずは今回ね、オーロックスさんのスパチュラを使っていったんですけれども、結論から言うとですね、あのめちゃくちゃ使いやすかったです。もうね、これさえあれば作れました。私はまだまだね、造形はまだそんなに得意じゃないんですけど、そんな中でね、絶対にこのスパチュラ、この形状のスパチュラを使っていく、こういう時は絶対これだみたいなマイルールはない状態なんですね。なのでそういう状態でね、作り始めて、まあ感覚的にといいますか使っていったんですけど、その感覚にも柔軟に対応してくれた感じでしたね。今ね、映像で見てもらっても分かる通り、こういう細かい傷っぽい表現だったりとか、あとは表面を鳴らしたりだったりとかですね、ちょっとこう凹凸をねくぼませたりだったり、そういう、あとはこうやってね、広い面を、広い面のまず造形を、面を取っていくみたいな造形をするだったりとか、いろんな表現にちゃんとこのオーロックスさんのこのスパチュラセットで対応してたので、すごいねやりやすかったですね。ちょっとね、あの今一瞬別のものとかも使ったりはしてるんですけど、まあなんだろう、私の場合はその所持してるものがあったから使ったっていうだけで、まあ、なくても全然このオロックスさんのセットだけで使い切ることもできたなっていう感じで、本当にね良かったですね。多分これからまた造形する機会があったら私はね使っていくと思いますね。でこのね、やっていって思ったんですけど、なんかどれが一番使いやすかったか、もう絶対じゃあ2本だけしか使えませんって言われたらね、私の場合はね、多分先っちょが、最初映像でちょっと映ったと思うんだけど、丸、平たい丸みたいなやつと、あとは細長い、ひし形みたいな形のものが、多分私の手癖的には一番使うなと思いました。その2本選ぶならそれかなっていう感じですかね、私の中での使いやすかった部分ですね。でこの髪の毛がね、すごい大変だったな。やっぱりこういう髪の毛はちょっと よく頑張ったなって感じですよ。私自分まだまだ
まだまだ課題がたくさんある中で、なんかとりあえず形にできてよかったら、まあ課題はまだたくさんあるんですけどね、うん、結構ね大変でしたはい。で造形のね感想としてはですけど、あそうだ、これ今やってるやつ、これね多分別に全然そのためにある機能っていうか構造じゃないと思うんだけど、このスパチュラの真ん中にあるこのギザギザでね、なんかね模様をねつけました。いい感じになんか情報量増えるし、これはねこういう表現もありかなってやってみて思いました。あ、ちなみになんですけど、今回のこの造形の中であれですね、鎖があるじゃないですか、ガッツ。そこ作ってないです、ちょっとすいません。もうちょっとこだわり始めたらね、もうちょっと絶対やりたかったんですけど、時間の兼ね合いと自分の技術の速度でちょっと厳しくて断念しました。はい、なのでないです、そこはちょっと多めに見てくださいという感じでね、造形が終わったので、今回はちょっと複製とかはなしで、そのままもう塗りのターンに入っていきたいと思います。でですね、今回のねこのエアブラシ、充電式エアブラシなんですけど、私は初めて使います。で今回今映像で見てもらってるシングルアクションのまずタイプですね、シングルアクション、ダブルアクション、トリガータイプの3つを使っていくとか、今ここの手元にあるんですけど、今回は、私はダブルアクションとトリガータイプを使っていきます。はい、今一通りでも全部映像でお見せしてますので、じっくり見たい方はちょっと一旦止めていただいてね、見たりとかしていってください。このね充電がすごくこう分かりやすいですよね。充電するときこの光るんですよ、グリーンにライトが光るからね、めちゃくちゃねかっこいいし、わかりやすくていいなと思いました。こんな感じでね、先っちょも変えられたりとか、口径がね 0.2、0.3、0.4、0.5 みたいな感じで変えられる風になってるので、これもね非常にありがたいですよね。エアブラシって言っても、例えば目を拭くときとか、細かいとこ拭くときとか、あとは広範囲を拭きたいときとかで口径のサイズを変えたりとかするとより良いよっていうシーンも結構あるんですけど、まあ、ちゃんとそれにも対応されててすごくいいなと思いました。でまずは、私は今回トリガータイプで最初にサフですね、サフをまず拭いております。はい、こんな感じでちゃんと綺麗に拭けました。非常に使いやすくて、私はね本当に初めてだったので、あ、全然充電式エアブラシ使えるじゃんと思いました。でこれ今映像で見てもらってる通り、今ちょっと充電しながらやったりもしてたんですけど、充電しながらでもつけますね。ちなみに途中でね、充電が足りなくて切れちゃったよっていう場合もあると思うし、私も今回そうなったんですけど、結構充電のこのなんて言うんだっけ、ケーブル、ちょっとすみません言い方を間違えたらすいませんけど、が割と長いのでやりながらでもできました。ちょっと推奨されてるかちょっとわからないので、私のこの結果だけ喋ってます。まあ、とにかくねやりやすかったです。でここからはもう色を塗っていってるんですけど、ダブルアクションを今回は使っていきます。はい、シングルアクションの方が使いやすいよっていう方はね、もうそちらの方を使っていただければいいと思うんですけど、私は普段からダブルアクションを使ってる人間なので、今回もやってみました。まあその方がなんか自分もなんかこう比較がしやすかったからやってみたんだけど、なんかびっくりしました。正直言って。なんかね、なんだろう、もうちょっと使いにくいのかなとか勝手なイメージで思ってたんですけど、ちょっとね、覆されましたね、私の中で。充電式エアブラシってこんなになんか全然問題なく使いやすいんだって思って。で、マジでね、綺麗に拭けましたね。なんだろうな。普段使ってるエアブラシと、なんか感覚的にはね、全然なんかこう、ほら、手癖ってあるじゃないですか、普段慣れてると。だから使いにくいとか感じなかったから、あ、本当にいい製品なんだなって思いました。綺麗に拭けてちゃんとこの強弱も出せるし良かったですね。まあなんだろう、長時間エアブラシを拭くっていう方は途中で充電がなくなるってことはあると思いましたね。まあでもさっきもお話しした通り、でも今拭いてしまいたいんだよ、どうしても一気に充電待ってる暇ないよっていう方は差しながらでもできましたね。私は途中から差しながら充電しながら実際やってましたね。っていう感じで、今髪の毛と肌を塗り分けて、でこっちの今回はバストフィギュア胸像みたいな感じで作ったので全身ではないんですけれども、大まかにも陰影をつけてます。正直言ってもうここで終わらせても成立するようには塗ったんですよ。なんて言うんだろうな、ちょっと言い方があれですけど、
普通のフィギュア、一般的な販売されているフィギュアのような雰囲気の塗装で飾りたい場合はもうエアブラシだけでこの表現でストップしても結構綺麗だなっていう状態までね持っていきました。うん、なんですが私はちょっとこだわりたくってですね、今回も私ねちょっとねベルセルクマジで本当好きなんですよ。だからベルセルクの三浦先生のイラストの感じ、ちょっとでもそのイラストの雰囲気を出せればよりいいなと思って尊敬の なんだっけちょっと日本語がちゃんと出てこないんですけど、敬意を込めてと言いますか、イラストとかも参考にさせてもらいながらねちょっと頑張ってみたんですが、なので結構筆のタッチが出るような感じで今回塗ってます。だからリアル塗りとは違うんですよね。アナログ的な質感の、なんかこういうのはすごい表現難しいですよね。でもなんかアナログ的な絵肌がわかる、そうだね、絵肌って言うと分かりやすいのかな、絵肌が感じられるような質感で塗っていきました。正直ね今回の造形は顔に一番こだわって塗りました。私ガッツの顔が大好きな、そう大好きなんで見せたいなって思いが結構強かったんですが、どうですかね、ベルセルク詳しい方とかが見てどう感じるかっていうのはまたちょっといろいろあると思うんですけど、自分の中でかっこいいそのガッツ像ってあるじゃないですか、とまんまっていうわけでもなくて、ちょっと自分の中でもうちょっと今回の造形だったらここをこうしようかなっていうこだわりもあってやったりはしたんですけれども、結構ね慣れてない割には、私的にあとガッツ好きだからなんだろうな、割とこうかっこいいガッツができたかなって思ってはいるんですけど、正直課題もたくさんありますね。まあもっとこうできたらいいのにとか思う気持ちがすごい強いんだけど、でもやっぱりなかなかまだまだ自分のその造形の力的に、まあ、ここがもうちょっとこうできないのが惜しいなとかも思いながら、まあ、そんな感じですごい楽しかったですね。正直ね、あと2ヶ月ぐらいかけて、あと追加2ヶ月ぐらいかけて、なんかもっとこう全身作ったりとかしたいなっていうの思いがね、すごいね、強く出ました。私の中で。なんかね、顔の表情とかも、いろんな顔作ってみたいと思いましたね。髪の毛もね、髪の毛の表現は、なんか一個一個こう塗り分けていくっていうよりかは、割とこう、なんて言えばいいんですかね。そう、今映像で見てもらってるように割とザザザってこう、大胆に塗っていきましたかね。うん。あと前髪とかも、今回その分解とかをされてない、もう分割されてない構造で作っていってるので、本当だったらね、分かれてた方が絶対的に塗りやすいし、それこそ本来複製するとか考えたら全然適したやり方じゃなくてあれなんですけど。うん。あ、ラクインもちゃんと一応彫って塗ってます。でもここは隠れますね、首元覆われるので隠れちゃいます。だけど一応しっかりと描きました。で今回この顔が外れる、首から上は外れるようにしてるので、まあ外したら見えるって感じですね。でここら辺の塗り方も、あのイラストの原作イラストの質感を自分なりに解釈して、あの落とし込む感じで塗っていきました。はい、こんな感じで完成です。はい、完成いたしました。頑張りました。結構頑張ってたね、本当にね、頑張りました。はい、いきますよ。じゃじゃじゃーん。おお、すごい、ちゃんと色も乗ってめっちゃかっこよくなってる。造形からやっぱりさ塗るってとこまではね、ほんと久しぶりだったんだけど、うん、結論めちゃくちゃ楽しかった。ああ、やっぱ楽しんでやるのが一番大事だよね。そうだね、うん、なんて言ったってね、マジで私ちょっとガッツ好きすぎるんだよね。本当に大好きなんだよね。ガッツ好きすぎるね。そう、だからもう自分の手でどうしてももう上手い下手とか関係なく、うん、もう作りたすぎた。ポイントを言うと、うん、割と三浦先生のすごい上手いイラストがあるじゃない、うんうんうん、あれにちょっと寄せて塗ったり、私の力のできる範囲なんだけれども、ね、ちょっと寄せたんだよね、まあ、造形のところかもそうだけど、うんうん、あとやっぱ私が感じるイケメンらしさみたいなのもこの顔の造形に込めてみました。いや、めっちゃイケメンだわ。イケメンだよね。めちゃくちゃイケメンに見える。あとね、一応これ外せるようにしたのね、塗ることも考えて。ああ、なるほどね。そう、だから刻印がちゃんとあるからね。刻印がある、刻印ありますから、ちゃんとちゃんとショック受けてる。だから実際のガッツって私のイメージよ、うん、もっとこう
ここ胴体もドーンって太くすればもっとこうガッツらしさが出るのね、はいはいはい、全体で見た時に。だけどこれ今回もその胸像だから、うん、一応ここでもズバーンと切ってますから、まあ、ちゃんと作るとなると本当に3ヶ月とかそのぐらいはかかりそうだね。いやマジかかる。私の少ないからで実力だったらかかります、うん、いつかやりたいね。いやいつかやりたい、うん、マジでいつかやりたい。でもこれワンチャンね、これこの首をよ、これはい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 、ちゃんとこうやって取れるようにしてるのね、うん、だからこれを元に、なんていうかな、これで作ることもできる全身バージョンみたいなやつを。なるほどね。ってことなので、ちょっとこれは私のもうコレクションの一つになりました。うん、早速ちょっと飾ってもらいましょうか。そうだね、飾りたいと思います、うん、ここに飾ります。はーい、じゃーん。おー、うん、いいねいいね。やっぱりなんかこう飾ってある感じがさ、すごいかっこいいね。これね、塗りやすいサイズ感だよね。確かになんかめっちゃ自分で思うんだけど、楽しかったよすごく。あ、でもいい感じかもしれない。どうだった、そのオーロックスさんのさ、うん、あのエアブラシとかさ結構使ってみたじゃない、スパチュラとか。そうなの、そうなの。結構さ、これでもかっていうぐらいさ、うん、ピンセット使ったりとかいろいろ使ったりしたと思うんだけどさ、どうだった実際。あのね、すごい良かった。制作シーンの時にも結構言ったと思うけど、うん、非常に使いやすかったし。あ、良かったね。まあ私のさ、その造形のさ、まあ 素人レベルといってもあれだけれども、うん、私レベルでもこれぐらいは作れるぐらい、うん、非常に使いやすいスパチュラとか、うんうん、ありましたね。エアブラシ、ね、もうさ、初めてあのタイプ使ったんだけど、うん、思ったよりも使いやすかった、うん、いやなんかありだなと思った、うん、であれだったら普通にほらなんかもうちょっと気軽にできる人も増えるのかなと思った、うん、っていう感じかしらね。はい、ということなんで今回はね、ベルシルクのガッツを作りました。あのね、まあ、まとめますと、このチャンネル見てる方だったらリペイントしてみたいとかいう方も多分いらっしゃると思うんです。そういう声も届くので、うんうん、には非常にね、なんかおすすめできるオーロックスのですね、うん、オーロックスさんのものだったので、はいはいはい、まあ参考程度にぜひ買ってみて使ってみてください、うん、あとはね、これもちょっと絶対的に言わせてほしいんですけれども、ベルシルク見たことない方は見てください。私本当に大好きな作品だから、友情だったりとか、もう像だったりとか、うん、人生というのかな、なんかね、とにかく自分じゃ体験できない、うん、いろんなこの感情をね、始まっちゃうからもう永遠に始まっちゃうから。いや、まあ、いや、まあ、とにかく、まあ、ちょっと見たことないって方もしいらっしゃったらぜひ見てほしいですね。はいはい、沼に落としたい。はいはい、ということでまとめるのが非常に難しい。今日もみんな最後まで見てくれてありがとうございました。いつも動画見てくれてる皆さん大好きです、ありがとうございました。はい、じゃあ次のまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。